ップからお休みをいただく。FA カップ5回戦リバプール対サウサンプトン戦、遠藤航選手は足の怪我によりベンチ外となりました。怪我って結構重傷なのかな？心配。まあ軽傷だけど休みもらったって感じじゃないかな。今日は出てなくて本当安心した。遠藤酷使されすぎてたからお休みいただけてよかった。ブラック企業もついに働き方改革したか。三笘の件もあるから本当大きな怪我はしないでほしいね。数試合休めたらいいけど今のリバプールじゃあんまり休めそうにないのかな。今日は遠藤の凄さや大切さを改めて実感した試合だったな。ゴメスも本職じゃないのによくやってたけどやっぱり遠藤がいるのってでかいんだね。今日も若手だらけでよく勝ったな。本当にすごい。ダンズの伝説の始まりを見たな。とにかくケレハーが噛みすぎたわ。